これはある企てのために盗まれた古い仏像の物語。蒙古が対馬の仏具を狙っていることを知り、クロードが行く手を阻むため立ち上がった。クロードは寺に近づくと一人の僧侶を見つけた。こちらです。石膏が荷車を引いてきました。私を見るなり仲間を呼びに戻ったようです。やはりというべきか、大勢の蒙古兵が隠れているようだ。来ました。この寺を奴らからお守りください。僧侶を殺そうとさらに多くの蒙古兵が現れた。恐ろしい鬼が忽然と立ちはだかった。その眼は携えた盾と同じぐらい赤々と燃えている。クロードは僧侶の後に続く。最後の敵が倒れると僧侶は燃える寺へと駆け込んだ。ご本尊がありません。まだ近くにあるはず。荷車です。盗まれた仏具は多数あれど本尊はどこにも見つからない。民のためにもご本尊を探してください。クロードは寺の外へと歩みを進める。クロードは税の残党であろう蛮兵を見つけた。
どこへ運ぶ気だったのやら。本尊の他にも蒙古がたどる道を記した地図を荷車から見つけた。心当たりがあります。幾とせの時を経た仏像は大きな力を持ち、時に仏の魂が宿ると信じられている。だが悪鬼が宿ることも。クロードは地図に記された一つ目の地に到着し、攻めの手を練る。地図によると蒙古兵はこの道を通るはず。来ました、奴らです。クロードは辛くも蒙古兵や鬼を打ち倒したが、さらに大勢の敵が刻々と迫っていた。蒙古の隊の残党が近づいてきている。ありませんね。盗んだ品はすでにどこかに運んだのでしょう。行き先を突き止めねば。鬼は人の世へ渡る手立てをあまた身につけている。中には人をたぶらかし招き入れてもらう者もいるそうだ。クロードは地図に記された最後の地、ウムギの沼地にたどり着いた。私では力不足でしょう。どうかご武運を。ここまでたどり着けたのか。こやつらはもはや無用さ。きれい。
継いだ我を伊予が解き放ったのだ。あやつは我が同胞も放つそうだ。積年の恨み己で晴らしてくれよ。寺から盗まれた数多の仏像や仏具が地面に散らばっていた。鬼との戦いが始まる。蒙古兵が盗んできた仏像と仏具、そして伊予の税を守ろうと必死だ。中原を見たい。地図に記された最後の地、ウムギの沼地にたどり着いた。私では力不足でしょう。どう、ここまでたどり着けたのか。こやつらはもはや無用さ。きれい。何百年もの間仏像にとらわれていた我を伊予が解き放ったのだ。してくれよ。寺から盗まれた数多の仏像や仏具が地面に散らばっていた。矢の一本もいさせるか。弓矢を繋いでるのかもな。
兵が盗んできた仏像と武装、そしてイオの税を守ろうと必死だ。最後の敵が倒れ、イオの企みはついえた。仏像と仏具は寺に返され、二度と盗まれぬよう見張りがついたという。だがある者は言う、鬼は決して滅びたわけではなく、再び人の世に現れる機会を息を潜めて狙っていると。